岩手を応援、親子で自宅チャレンジ。運動不足解消、ストレス発散。今回はよりアクティブな動きで体力アップを目指す親子でできる簡単トレーニング第2弾。教えてくれるのはフィッツプラスのトレーナー佐々木圭さん。今回はジャンプトレーニングになります。様々な効果がありますので、体をバネのように使うイメージでトレーニングしましょう。そのトレーニングがバーディージャンプトレーニング。直立の状態から一度しゃがみ、両足を後ろへ伸ばします。足を戻して両手を高く上げながらジャンプ。これを連続して行います。下半身はもちろん、体幹、全身の筋力も刺激される運動です。バービージャンプは全身の体力強化トレーニングになります。高負荷になりますので、準備運動をしてから行ってください。この運動は10回を1セット。無理せず、準備運動は必須ですよ。チャレンジするのは高橋親子。動きも負荷も大きくなってますよ。しゃがんで手ついて、後ろに足出して、戻して、大丈夫？ジャンプ。しゃがんで手ついて、後ろに出して、戻して、ジャンプ。できてるよ。下げて、下がって、戻して、ジャンプ。1。いいよ。2。3。8。すごい。はい、9。はい、最後。で感想。疲れます。いやー、2人ともよく頑張りました。お疲れ様でした。次回はより難易度がアップしたバランストレーニングをご紹介。お楽しみに。さて、皆さんも親子で自宅チャレンジ。